誰かのために、未来のために、笑顔の種をまく人がいる。シーダー。今回のシーダーは大平悟さん。障害のある作家たちのアート活動と自立をサポートしています。スタジオフラットは障害のある人たちが充実して過ごすっていう施設なんですけど、その中でアートを中心に自由に表現したり、アート作品に昇華するっていうような手伝いをさせてもらってます。やっぱ色使いも素晴らしいですし、障害のある人っていうよりは才能のある人たちなんじゃないのかなっていうのを今実感してます。そんなシーダーのルーツは講師時代のある出会い。自分が美術の大学で、美術の勉強をして、今から大体15年前ぐらいに、その障害のある施設なんですけど、先生として来てほしいっていうオファーがあって、絵がすごく上手な方がいらっしゃって、プロデュースしていきたいなっていう気持ちがすごく自分の中でも高まって、でその矢先に亡くなってしまって、そこから残されたアーティストも含めて、あと活動をしっかりしていきたいなっていう気持ちが高まりました。アートを通じて障害のある人たちがこう豊かになっていくっていうような、新しい才能の育成だとか発掘をどんどんしていきたいなと思ってます。シーダーの蒔いた種がアートの未来に笑顔の花を咲かせる。